マギオンは、チェコスロバキアの人工衛星のシリーズ。名前は、ジバと電離層に由来する。チェコスロバキア時代に3機、分離独立後に2機が、インターコスモス衛星などとの相乗りで、ソ連のプレセツク宇宙基地から打ち上げられている。マギオン1号マギオン1号は、1978年10月24日に、インターコスモス18号と共に、コスモス 3M ロケットで打ち上げられた。 1981年9月10日に運用を終了した。マギオン2号は、1989年9月28日に、インターコスモス24号とともに、ツイクロンマイナス3ロケットで打ち上げられた。マギオン2号から5号までは、同型マギオン3号は、1991年12月18日に、インターコスモス25号とともに、 シクロンマイナス3ロケットで打ち上げられた。マギオン4号は1995年8月3日にインターボルマイナス1とともにモルニアロケットで打ち上げられた。マギオン5号は1996年8月29日にインターボルマイナス2とともにモルニアロケットで打ち上げられた。ありがとうございます。